どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日のトランペット講座のテーマはこちら、意外な盲点、半音階を練習しようというわけで、皆さんは普段半音階の練習はされていますか？15年ほどトランペットの講師をしてきて、大半の生徒さんが半音階の練習をあまりしていませんということをおっしゃっていました。でもスケールの練習をされている方は結構いらっしゃいますよね。今日は半音階の練習がどういうことに役立つのか、皆さんにお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。レッツゴー。それでは早速半音階についてお話ししていきましょう。半音階とは、隣り合う音の音程関係が全て半音で構成されている音階のことを言います。ピアノの鍵盤をイメージしていただいたら分かりやすいと思うんですが、白鍵と黒鍵を順番に弾いていった時になる音が半音階です。トランペットにおける半音階の練習はフィンガリングが難しいためスルーされがちなんですが、日々の練習に取り入れると様々な効果を得ることができます。では具体的にどのような効果があるのか順番にご紹介していきましょう。1つ目、音程感覚を鍛える。トランペットをはじめとした金管楽器などの倍音楽器は、自分のイメージした音がそのまま音になります。なのでより正確な音程感覚が求められます。半音は12平均律上最小単位の音程となるので、この音程感覚を抑えておくことはとても重要になります。2つ目、バテるまでの時間を伸ばすことができる。半音の音程が取れるようになってくると、各音の芯を捉えることができ、半音以外の音程も正確に取れるようになってくるため、無駄な動きがどんどん少なくなっていきます。音楽は一曲で何百何千もの音符の組み合わせによって成り立っています。一つ一つは小さなブレでも何百何千と繰り返されることによって相当疲労がたまってきます。その分バテるまでの時間も早くなってきてしまうんですね。なのでこの小さなブレを修正することによってバテるまでの時間を伸ばすことができます。3つ目、楽器の鳴りを均一にする。トランペットという楽器はピストンを何も押さない開放の音が一番鳴りがいいと言われています。トランペットというのは開放だと、ここから主管を通ってぐるっと息が一番最短距離で出ていくんですが、例えば1番のピストンを押した時は1番管この間ですね、この間が開いて音程が変わります。2番だと2番間、3番だと裏になるんですが、こちらの3番間で半音、全音、1音半というふうに間が少しずつ長くなっていきます。開放の音は使用する間が短いためエネルギーが伝わりやすく、ストレスがないんですね。トランペットのために書かれた曲はその特性を生かすためにピストンをなるべく押さない調整で書かれていることが多いです。よくあるトランペットのファンファーレは遠くの人までその合図が聞こえるようにするために開放の音で全て構成されていることが多いです。なので普段からよく使う音というのは限られてくるんですね。でもそれではもともと鳴りにくいピストンを使用する音と使用しない開放の音とでは差が出てきてしまいます。半音階を毎日練習することで楽器の鳴りを均一に保つことができるんです。4つ目、初見演奏に強くなる。初見演奏とは初めて見た楽譜を練習なしで演奏することを言います。もちろん本番前には練習をたくさんするわけなんですが、
初見演奏の時点である程度のレベルで吹けるようになっていると、出発地点が違うので最終的に目的地にゴールするまでの時間も短くなりますし、よりレベルの高いところまで完成させることができます。初見演奏で詰まりやすい部分はやはり調合だったりとか臨時記号の部分です。シャープは半音上げる、フラットは半音下げるという意味があります。普段から半音階を練習している人はシャープやフラットが出てきてもすんなり演奏することができます。このように半音階の練習には様々なメリットがあります。それでは実際に練習してみましょう。半音階を練習することでトランペット奏者特有の悩みが解決するきっかけになるかもしれません。ぜひ毎日練習してみてください。この動画が役に立った、楽しかったという方はぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。